社長が来ないことには始められないかと。中2に合格してからでなければこの会社は応募できないんだよね。皆さんこんにちは、リキ JLPT のゆき先生です。皆さん元気ですか？今日も文法の勉強頑張っていきましょう。はい、今日やるのは手からでないととないことにはですね。この2つやっていきましょう。はい、じゃあ面接始めよっか。日本語の能力はどのくらいあるのかな？はい、N3 です。あのね、N2 に合格してからでなければこの会社は応募できないんだよね。ごめんね。一つ目、手からでないと。ゆっちだよ。意味は何々をした後でなければ何々できないという時に使う文法です。はい、で順番がポイントですね。 A した後でないと B できないみたいに使います。で、後ろはだいたいマイナスですね。マイナスの表現がきます。では例文見ていきましょう。例文、はい、いきますね。犯人と父親と息子ですね。呼びます。先に息子を返せ。いや、金が先だ。ダメだ、息子をほにゃららからでないと金は渡さないですね。息子をほにゃららからでないと金は渡さないですね。ここ何が入りますかね？考えてください。3秒あげます。3、2、1。そう、返してですね。息子を返してからでないと金は渡さない。つまり、A した後でなければ B できない。息子を返した後でなければ金は渡せないですね。A した後に B ですね。はい、わかりましたね。じゃあ次行きましょう。接続。ゆっちだよ。接続は動詞て形プラスからでないとですね。まあ、このからでないとは、そう、条件を表す文法ですね。覚えましたね。では例文いきましょう。例文、 N2 に合格してからでなければこの会社は応募できないですね。はい、動詞て形ですよ。動詞て形、合格して、て形ですね。合格してからでなければ、つまり N2 に合格した後じゃないと会社は応募できないよ。条件ですね。 A した後でなければ B。 はい、じゃあ次、20歳、20歳ですよね。20歳になってからじゃないとお酒は飲んじゃダメですね。はい、これじゃないと、ちょっと出ないとと違いますよね。じゃないとは友達に使う表現です。同じ意味ですけど友達に使います。20歳になってからじゃないとお酒は飲んじゃダメ。はい、例文いきます。ゆっちだよ。例文、娘と親ですね。早く私も運転したいな。ねえ、ちょっとだけでいいから運転教えてくれない？まずは免許をほにゃららからでないとねですね。ここ何が入りますか？考えてください。3、2、1。そうですね。取ってですね。免許を取ってからでないとですね。つまり、免許を取るが A ね。免許を取ってからでないと、点々。つまり、ダメだよ。免許を取った後でなければ、運転ダメってことですね。はい、じゃあ例文やります。2008年の過去問ですね。で、これ、選択肢が2つあるので、自然だなーって思う方を選んでください。はい、じゃあ読みますよ。ねえねえ、今日クラスのみんなで公園で遊ぶんだ。遊びに行っていい？1つ目、宿題が終わってからでないと遊びに行けませんよ。ね。2つ目、宿題が終わった上で遊びに行きなさいね。ですね。この上で、前やった文法ですね。これも順序、条件を表す文法でした。この場合、どっちが自然ですか？3秒あげます。3、2、1。
そうですね、こっちです。宿題が終わってからでないと遊びに行けませんよ。どうしてですか？ A も A した後で B という意味ですね。まあ、この上では硬い表現で使う文法です。ビジネスの場なので使います。だから娘と母の会話で上ではあんまり使わないです。で、からでないとは上でと違って後ろマイナスですね。 A しなければ B できないですね。だから宿題が終わってからじゃないと B できない、遊びに行けない、こういう風に使いますね。上でとの違いを覚えておいてください。はい、じゃあ次の例文、2013年7月の過去問です。哲学1の授業は哲学基礎の単位を取得してからでないと受けることができません。はい、これは大学の授業についての説明ですね。哲学1の授業は哲学基礎の単位を取得してからでないと、つまり哲学基礎の単位を取得した後でなければ受けられませんよってことですね。 A しなければ B、 順番と条件、哲学基礎が A、 哲学1の授業 B、 A した後でなければ B できない。はい、ちょっと時間がないので会議先に始めましょうか。あ、確かにそうですが、社長が来ないことには始められないかと。マジか、今日も残業かよ。今日デートあるのにな。次、2つ目の文法いきます。何々ないことにはですね。ゆっちだよ。ないことには、A ないことには B ですね。で、 A の条件が達成しなければ B は実現しない時に使います。 A の条件が達成できなければ B は実現しない、 B はできない、そういう時に使います。で、ちょっと消極的な言い方です。後ろはだいたい否定形ですね。では例文を見て、まあ、実際に考えてみましょう。はい、社長遅いですね。そうですね、社長が来ないことには会議を始められないし。はい、覚えてますね。 A ないことには B、 A の条件が達成させられなければ B は実現しない。だから社長が来るが A ですね、会議を始めるが B、 社長が来なかったら始められない、会議を始められない、A しないことには B できないよ、そういう文章ですね。否定形来てますね。後ろは否定形。はい、じゃあ接続いきましょう。ゆっちだよ。接続は動詞ない形ですね、プラスことには。では例文を見ていきましょう。詳しい調査をしないことには対策を立てられないですね。しないことにはない形ですね。覚えましたね。はい、詳しい調査が A、 対策が B、 A が達成できなければ B できない、つまり調査ができなかったら対策は立てられない、そういう文章ですね。はい、じゃあ2つ目、どんな人か実際会ってみないことにはよくわからないですね。会ってみないですね、内形です。はい、わかりますね。どんな人なのか、まあ、会ったことない人なんですね。どんな人かは実際に会わないと、これが A、 よくわからないが B、 会わなければわからない、 A しないことには B できないですね。はい、でここまた言いましたけど、後ろにはだいたいマイナス、否定の表現がきます。ゆっちだよ。次の例文いきます。次の例文は2015年7月の過去問です。で読みますね。就職活動とは企業に応募することです。この企業で働きたいと思っていてもほにゃららないことには何も進みません。とりあえず ES から書きましょうかですね。まず、ES 皆さん分かりますか？エントリーシートの略ですね。エントリーシートっていうのは企業に応募するときに出す履歴書、書類、自分のことを書いた書類ですね。
はい、でここ、ことにはで、ここに何が入りますか？3秒あげます。3、2、1。そうですね、応募しないことには何も進みませんですね。はい、応募 A、 こっち B、 A をしないことには B、 応募ということを達成しないと何も進まないよ。マイナスですね、後ろ否定ですね。はい、じゃあ次の例文いきましょう。例文、2007年の過去問です。どうして返品させてもらえないのですか？お客様、申し訳ございません。そう言われましても、事実をほにゃららないことには何とも申し上げられませんですね。何が入りますか？3秒あげます。3、2、1。はい、確認しないことには何とも申し上げられませんですね。はい、まずここ、これビジネスとかでよく使います。何も答えられない、判断できないとき、こう言います。何とも申し上げられませんですね。これ覚えておくといいかもしれないです。はい、ね、お客さんがね、返品したいんですね、なんか商品を。で、店員が言います。申し訳ございません、そう言われても、事実を確認しないことには何とも申し上げられません。 A、 B、 A しないことには B、 事実を確認、これをしないと B できないよ、申し上げられないよっていう文章ですね。わかりましたか？もう一回言いますよ。何々ないことには、意味は A の条件が達成しなければ B は実現しない、こういう時に使う文法ですね。じゃあこの2つやっていきましょう。塩は砂糖を入れてからでないと味がおかしくなる。塩がないことには料理ができない。はい、これ内容は似てますよね。でも文法は違います。どう違うのか分かりますか？こう違うんです。こっち、順番が重要ですね。1番目にやった文法です。何々てからでないとは、 A してからでないと B できない、順番です。順番が大事。こっちはさっきやりましたね。塩がないことには料理ができない、塩という条件を達成しないと料理ができないよってことです。わかりましたか？この違い、わかりましたね。はい、じゃあ次はこの問題やっていきましょう。ボスの許可が降りてからでないと問題になるぞ。ボスの許可がないことには問題になるぞ。もう同じですね。ボスが何に対して怒っているのか、この違いが分かりますか？同じに見えますよね。3秒あげます。考えてください。3、2、1。こっちはてからでないと、だから A した後でなければ B、 だから順番がポイントなんですね。順番がポイント。だからボスは順番を無視したから怒ったんです。てからでないと、だから順番です。こっち、ボスの許可がないことには、これは許可がポイントなんですね。許可が実現しなかった、許可してもらえなかった、このことに対して怒ってた。条件を満たしたかどうか、ここが重要なんですね。この違い分かりましたか？はい、じゃあ今日はこれでまとめます。ゆっちだよ。今日はこの2つでしたね。てからでないと、てからでないとは、そう、 A した後でなければ B できないという文法でしたね。そうで、順番がポイントです。で、だいたいマイナスですね。マイナスの表現がきます。例文、 N2 に合格してからでなければこの会社は応募できない。 N2 に合格した後でなければできない、この会社は応募できない、マイナスですね。はい、次、ないことには、ないことにはは A、 ないことには B、 A を達成しなければ B は実現できないという文法ですね。はい、で、消極的な言い方です。で、後ろは否定形ですね。例文、詳しい調査をしないことには対策を立てられない。はい、 A しないことには B、 調査を達成しなければ対策は立てられない、対策を立てることは実現できないですね。こう使います。
はい、今日はこれでおしまいです。お疲れ様でした。また見てね。バイバーイ。